皆さんこんにちは。ダウンタウン松本人志の性的スキャンダル報道後、松本さんと周辺の吉本芸人の素行を笑いにしていた過去の発言がネット上で掘り起こされています。いずれも週刊文春で告発されていたような女性の扱いがわかるエピソードだけに、多くのユーザーがドン引きしているのです。2015年に福岡で行われた公開収録イベント、人志松本の滑らない話プレミアムライブ in 福岡で、博多華丸大吉の博多大吉さんが、十何年も前ですが、福岡吉本で僕ら先輩の接待ばかりやっていた、女の子もブッキングしてと話していました。そして初めて松本さんが福岡にやってきた時のエピソードで、今田耕司さんや後輩芸人5人で来るため、分かっているか、女の子をちゃんと用意するようにと命じられたといいます。大吉さんは人気芸人の松本さんだから余裕で女性が集まると思って高をくくっていたら、当時の松本軍団が全国でいろいろ飲み歩いている噂が変な感じで福岡に伝わっていて、みんなすごいと言ってくれるけど飲み会は行きたくないという方が多かった。なぜなら何されるかわからないと、笑いよりも後に与えられる暴力の方が上回るなどと言われたと話していました。また2010年の人志松本の滑らない話、お前らやれんのか、史上最多初参戦9人スペシャルでは、千原ジュニアさんが木村雄一兄さんと題し、冷凍系肉のエピソードを語っています。千原ジュニアさんは何度も、十数年前ですよ、時効です、お互い大人ですよと前置きし、ある時木村雄一さんと女性も一緒に食事をした流れで、当時の木村さんの一人暮らしのマンションへ向かったと話し出しました。ですがいい感じと思われた木村さんの部屋にいた女性が出てきたといいます。千原ジュニアさんは、どうやら私はそんなつもりで来たわけじゃないと、夜中の1時2時ですよ、そんなつもりじゃないって、それ以外何があるんですかと、お互い大人でこれはキムに言い切れてるぞと感じたと振り返っていました。そこに真顔の木村さんが出てきて、冷凍室を開けガチガチの鶏肉を出してきて、これな、いらん鶏肉やから今から捨てんねんと、帰ろうとしてハイヒールを履いている女性の足にガーと投げてと、部屋を出た女性をエレベーターまで追いかけて冷凍鶏肉を足元に投げ続けたと、参加芸人らと大爆笑していました。またこれらのエピソードには、売れるために先輩芸人アテンドせなあ、官業界厳しいよな、関係者全員アウト、冷凍鶏肉投げるとか普通に加害行為なのに、笑ってんのマジでキモい、家に来たんだからみたいなのもキモい、面白さがわからない、女の子怖かっただろうななどの声が上がっています。いずれも松本さんが MC を務めるテレビ番組内で放送された内容で、 DVD に収録されていますし、現在も YouTube などに上がっています。芸人が笑いながら互いにフォローを入れ合っていました。10、20年前近く前とはいえ、放送するテレビ局側への倫理観に疑問の声も多いようです。松本さん本人が指示したかはわからないですが、松本さんに対する接待への圧力がうかがえるエピソード、また当時の芸人たちの女性に対する扱いと、それを身内の笑いにする文化は悪い意味で再注目されてしまっています。次は自分が炎上するかもと恐れている芸人は少なくないでしょう。また今回の報道の真偽は今後明らかになっていくことだと思いますが、吉本芸人の女癖について、2022年2月千原ジュニアさんの YouTube に出演したタレントの勝俣邦和さんが次のように語っています。1988年に萩本欽一さんが MC のバラエティ番組キンキラリン530から生まれたアイドルグループチャチャ、そのメンバーとして人気絶頂にあった勝俣さんは、当時のモテっぷりをジュニアさんに聞かれ、ワーキャーなんてもんじゃなかったと発言。しかし
萩本欽一さんという看板を背負っていることや、スタッフから厳命されていたため、彼女以外とは全く遊ばなかったというのです。師匠の顔に泥を塗らないよう、ぐっと耐えていたというわけです。この話を聞いた千原ジュニアさんは、俺ら吉本は遊んでなんぼみたいな、と返し、そこから勝又さんとこんな会話を繰り広げました。勝又さん、そうでしょ。食い散らかしてるでしょ。千原さん、もう食い散らかす。それが芸人や、っていうところのレールにいたから。勝又さん、上、からそうだもんね。俺ら、それがなかったんですよ。吉本印天然素材が東京に進出してきた際には、吉本、東京に来ないでくださいって、すごい思ってたの。食い散らかすから、こんな品のないね。東京の人間がちゃんと作った綺麗な笑いを、ブラックバスみたいなやつが食って捨てて、食って捨ててっていう。そして、勝又さんは結果的に、自分は萩本欽一さんの系譜で良かったとして、ダウンタウンについて、モテるんだもんと語っています。間違いなく言えることは、少なくとも今の芸人は、遊んでなんぼという言葉は通用しない、ということです。また、現時点では真偽は不明なものの、スピードワゴン小沢和弘さんの開く、飲み会については、芸人らが警鐘を鳴らしている場面も見られました。12月20日に放送されたラジオ番組、あっぱれやってます。では、小沢さんと同じ事務所に移籍した女性タレントに対し、剣道小林さんが、小沢もすげえいい人で、人と壁作らへんし、ピュアなやつやけど、誕生日会だけは行かん方がいいよ。芸能界の闇みたいな患者から、売れてないモデルとかアイドルとか、200人くらい参加する、と忠告していたのです。さらに、2010年には、ロンドンハーツの女子アナが選ぶ好きな芸人グランプリで、当時のテレ朝アナウンサーが、小沢さんを1位に選びました。しかし、これに有吉弘行さんが、小沢だけは選んじゃダメ。テレビで言えないくらいダメ。全てを失うぞ。などと笑いを交えながらも、忠告していた過去があるのです。報道が出て以降、SNS では、疑惑がある以上説明してほしい。芸人として自分の口で説明してファンを納得させてほしい。という声も出始めています。果たして、松本さんが自身の口を開くことは、あるのでしょうか。今回大々的に報じられた、松本人志さんの性接待問題。実は、こうした、芸能人パーティーには、女性を斡旋するアテンダーが存在します。求めに応じて、女性をアテンドする人物です。常習的脅迫などの罪に問われている、ガーシーこと東谷義和被告も、暴露系 YouTuber として名を馳せ、参議院議員まで上り詰める前は、芸能人のアテンダーを自称していました。当時から、六本木では有名人でした。ある記事では複数の芸能関係者らに取材し、浮上した、現役アテンダーである、A子さんに接触し、話を聞いていました。もともと、会員制バーの経営者などが、芸能人の集客目的にアテンドを始め、それが本業になった人が多いですね。A子さんの前職はモデル、六本木、赤坂、麻布界隈で経営者や、芸能人とのつながりを求める、港区女子からは、絶大な信頼を集めているといいます。A子さんがアテンド活動を開始したのは、コロナ禍真っ只中の2020年です。緊急事態宣言中は、飲食店はまともに店を開けることができず、芸能人も飲み歩くことは非常にリスキーでした。そこで、アテンダーに転じた飲食店経営者が、芸能人を招き、ホテルのスイートや、シャワールームやベッドのある、高級カラオケを貸し切って、パーティーをするようになったんです。A子さんも最初は、知り合いを通じて、接待要員として派遣される立場でした。ホテルも高級カラオケも密室ですし、最初から性行為が前提でしたね。私もそれに応じることで、次回からは芸能人や起業家から直接連絡が来るようになり、そのうちにパーティーの仕切りやアテンドをするようになったんです。
そんな起業家の一人から紹介されたのが、元アイドルで現在は俳優として活躍する B でした。 A 子さんは B が所属していた事務所のタレントの誕生会などで何度かアテンドの依頼を受けたといいます。今は私自身がパーティーに出ることはないので、参加した女性から聞いた話になりますが、 B さん自身はパーティーで性行為を求めることはないようです。しかしある男性タレントから頼まれ、女性にできると聞いていたそうです。参加者の中には超有名な俳優兼ミュージシャンもいたと聞いています。では A 子さんはどうやってパーティーに参加する女性を集めているのか。21、30くらいから六本木飲みからの大人、5、バスト大きい方、若い方、決まりやすいです。パーティーを開きたい男性顧客からの依頼があれば、 A 子さんは LINE グループに登録している60人ほどの女性に向かってこのようなメッセージを置くといいます。大人5とは、性行為込みで参加者から5万円が支払われるという隠語です。パーティーに参加し女性と性行為をする男性から女性に支払われるギャラと同額か少し下回るくらいの紹介料を私はもらっています。 SNS に100万人のフォロワーを持つ女性の定価は、本人へのギャラが15万円、紹介料が12万円です。しかし B のような芸能人が主催するパーティーの女性へのギャラは定価よりもずっと安く、交通費名目で2万、3万円程度しか支払われないことが多いというのです。ですが A 子さんはこう言って笑います。有力な起業家を連れてきてくれたりするので、芸能人は大切なお得意様です。私のお客さんは俳優が多いのですが、お笑い芸人の方もアテンドしますよ。 M1 王者で冠番組を多数持つコンビのボケの C さんや、コンビ解散後にブレイクし多くの CM に出演する D さんにアテンドしたことがあります。松本人志さんのグループですか？私はアテンドしたことがないですね。ただ松本さんに近いある芸人さんから LINE で友達申請があった後、アテンドできる女の子のプロフィールを見せてとメッセージが来たことがあります。リストを送ったのですが、結局返答はありませんでした。1月8日松本さんは芸能活動の休止を発表しました。浜田さんは、もし松本が引退するんやったら俺も辞めるでと周囲に話していると言います。今後ダウンタウンが芸能界から消えるのもあり得る話になってきました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。